はい、どうも、橋です。今回はですね、前回の時に不具合が発生して、ダイハツの方に預けましたと。納車されても本当、2、3週間。その不具合から、だいぶ経って1月の20日ですか。ロッキーハイブリッド車のリコール情報が出ました。もう公開されてます。令和4年1月の20日、ロッキーのリコールを届け出いたしましたと。まあちょっと内容を読んできますと、ロッキーのリコールを届けていたしましたと。不具合の内容は、ハイブリッド車における発電に用いるエンジンの制御コンピューターのプログラムが不適切なため、走行中にエンジンが停止した直後の加速時に再始動ができないことがあります。そのためにエンジン警告灯が点灯して加速不良となり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、バッテリー残量不足により走行不能になる恐れがありますと。走行することができませんまずね。これ不具合の内容で書いてあるんですけど、そのままの場合って最悪の場合そのままの状態で使用を続けるとって書いてあるんですけど、使用を続けるアイドリングだけなら使えますけど、そこ不可動です。なんで結局出先でなったら近くのダイハツに連絡して取りに来てくれっていうふうにしかできないです。これね、本当にね、高速道路とかでなったらって考えたら、ゾッとしましたね。あと、通勤通学のラッシュ時とかね、怖いよね。ゾッとしました、本当に。いや、改善の内容話していきます。全車両、エンジン制御コンピューターのプログラムを修正しますと。まあ多分僕はもう直してるからいいのかなって思うけど、一回問い合わせしてみます。これ対象じゃない方も、そういう不具合が出てない方も一度行ってみてください。もしかしたら担当者の方から念のためっていうふうには言われるかもしれないんで、どうだろう、わかんないですけど。はい、自動車使用者などに周知されるための措置は、使用者、ダイレクトメールなどで通知しますと。で、対象車両が、社名、ダイハツ、型式 5AA-202S、ロッキー、リコール対象者の車体番号の範囲及び製作期間と、A202S の05-61から0004018までの車体番号ってなってます。で、製作期間が、令和3年の11月1日から、令和3年の12月の23日。までの車両となってます。で、リコール対象車の台数が3421台です。のうちに入ってました、僕のこのダイハツロッキーは。はい、ということで早速ね、問い合わせしてみました、ダイハツの担当者の方に。はい、そしたらね、まあ、不具合が出て車を預かった時から、まあ一応データは書き換えをしたんだけど、新しくデータ、来たやつでもう一回プログラム書き直しましょうっていう話になったんで、今近くまで来てます。まあどう変わってるのかわかんないですけど、前回の預けた時とどう違うのかっていうのもわからないんですけど、まあ、多分体感的にもし次新しくなってもわかんないだろうなって思うんですけど、また体感できるほど違いはあるんだろうか。エンジンのかかる回数が少なくなったり短くなったり、発電の効率がものすごく良くなったりっていうのはあるのかな、わかんないけど、もしそういうのがね対処できるんだったらさすがだねって思うね。ということでちょっと行きます。はい、で店内の方はちょっと撮影できないんで、またこんな感じで撮影しようと思います。では、はい、ということでリコールのね終わったんですけど、体感できるほど何か変わったかっていうと、最初の出だしの方がスムーズになった気もしますし、まあ、まあ大して違いないと思うんですよね。で、エンジンのかかる頻度とかもどうですかね。多分あんま変わんないような気もしますし、まあ多分ね、ただ単にその一部修正加えただけですみたいな感じでしょうね。そういう、なんて言うんだろう。エンジンのかかる回数を減らしたりとか、増やしたりとか、ね。加速が良くなるようなリプログラムみたいなのはね、そういうのはされてないと思います。はい。
なの修正ですからね。はい。まあ、そんな感じです。ということで、また次回です。ね。では、またね。バイチョ。